ールの真上をから転がす筒で転がして、ちょっと転がすだけでいいので、ちょっと転がしてすぐこっちにターンする。すると明日相手が一瞬遅れるので、ピングでもう一回フェイントかけて逆をに行くっていう感じにすれば、相手がもうついてこれなくなるんじゃないかなと思います。